6年半ぶりライブの中森明菜は TikTok でバズりそう20代男女が選ぶ令和にブレイクしそうな80年代アイドルトップ3中森明菜が7月にファンクラブ限定イベントを行ったことが話題になった2017年のディナーショー以来約6年半ぶりのライブということでファンからは歓喜の声が続出した NHK の音楽番組 ザカバーズでは10月3日に中森明菜ナ,ナイトが放送されることも発表された。デビューから40年が経過した今でもリアルタイム世代だけでなく若者からも注目されている。中森だけでなく令和の昭和ブームもあり80年代に活躍したアイドルに再びスポットが当たっている。そこで今回は20代の男女100人に 令和にブレイクしそうな80年代アイドルについて聞いてみた。画像、中森明子声、20代男女が選ぶ。令和にブレイクしそうな80年代アイドル。第1位はこちら。第3位、5.0%は、小泉京子。小泉は、9月1日にスタートしたドラマ、団地の二人。NHKBS プレミアム 4K。 NHKBS で小林里美と,とダブル主演、大学の非常勤講師として働く50代の独身女性役を講演している。また11月22日より公開される元木正宏主演映画、海の沈黙にも出演するなど、近年は女優としての活動が目立っている。今年1月期放送の安倍貞田主演ドラマ、不適切にもほどがある TBSK に、 本人役で登場したことも話題になった。アイドルとしては、1982年にデビュー、アサの灰から人魚なんてったってアイドル、など、数々のヒット曲を連発。髪を短く刈り上げたり、ファッション誌にも登場したりと、当時の正統派アイドルから逸脱した独自路線のアイドル像を打ち出したことでも知られる。少し天然そうで、 いろんな人から好かれそうなところが今の時代でも人気が出そう。28歳、男性デザイン関係。シンプルに綺麗だから、23歳、男性。今でも可愛らしさがあるから、26歳、女性主婦。可愛いし、自分の考えを持っているところが素敵。29歳、女性。第2位は TikTok でもバズりそうな中森明菜。 第2位、20.0%は、中森明菜。中森は2018年から活動を休止していたが、2022年に個人事務所を設立。昨年12月には公式 YouTube チャンネルを開設し、7月にはファンクラブ限定イベントでファンの前で歌唱し、本格復帰が話題になった。デビューは小泉と同じ1982年で、 1985年リリースのミヤモーレ1986年リリースのディザイアット2年連続で日本レコード大賞を受賞。1985年から3年連続レコード売上トップを記録するなど80年代を代表する歌姫として知られる。可愛らしい女性アイドルが多い時代に不良っぽさやミステリアスなイメージが強く唯一無二のアイドル像を築き上げた。 tiktok とかで真似しやすそうな歌がたくさんある26歳女性パートアルバイトかっこいいし歌がうまい25歳女性総務人事事務歌が上手だしカラオケで歌いやすい曲ばかり親が大好きだから私も好き23歳女性営業販売こびないところが良い29歳女性主婦 クールな感じがかっこいい28歳女性カリスマ性があるから29歳女性総務人事事務歌が上手だし綺麗で可愛くて同性から見ても魅力的26歳女性いつも寂しげで儚げな雰囲気哀愁を感じられエモいとても引き込まれる26歳女性総務人事事務 昔の映像しか見たことはないが、オーラがあった28歳、男性。歌のうまさと存在感がすごい25歳、女性。